では続きましてリールです、エクッセンスリール、まあ、あの久しぶりに、完全にリニューアルしたリールです。もうシーバス用の専用のリールになります。スプールもナロー系のスプールが入っているので P 対応で、入っている機構も X プロテクト、まあ、1分近く水につけても、ほとんど水が入ってこないという素晴らしい防水機能がついている。かつ、マグナムニューマグナムライトローターを使っているので非常に巻きも軽い。そして何よりも鋼ボディ、鋼ギア、強く軽く、そしてかっこいいリールに仕上がっています。私的には一押しなのが、まあ、島野さんとね、契約させてもらってずっと使ってた、ラピッドファイヤードラグ、もともとブラックバス用のね、ライトライン用のドラグなんですけど、非常にセンシティブなドラグです。そのラピッドファイヤードラグに DLC ラインローラーを組み込んで、さらにそのドラグをステントし、あのサポートするのが中に入っている、リジットサポートドラグ、ドラグ機構だけで3点サポートしているという完全に実践対応のリールです。対シーバスとしてこれ以上のリールは多分ないんじゃないかなっていう、今できることを全部盛り込んだリールなんですね。それがこのエクセンスリールで4機種あります。 C3000、C3000HG、3000の HG、4000の XG、まあ、全部 M っていう名前がついているので非常に、P 向いた、まあ、ナロータイプのスプール、あの本当にシーバスをやるためだけに考えたリールです。なのでこのリール1台があれば、今まで私の場合ですと、広島だとステラ、ツインパワー、そして東京湾だと、バンクス使ってたんですけど、今はこの1台で全部済ませている。それぐらい素晴らしい出来栄えのリールだと思いますので、ぜひ一度使ってみてください。